しっかり固めに詰める。こんにちは、花草人の小関純子です。今月のグッズボンベラボンプレミアムです。ベラボンプレミアム、ヤシの実チップでできています。ヤシの実チップって言ってもね、ちょっとね加工してあるので、とてもほらふんわり軽いんですよ。これだけ触っても手につかないの。湿っていても手がベタベタになりませんよ。とても使いやすい寄せ植え、ギャザリングの植え込み材料ですよ。最近重くて大変っていう方とか、使った後の土処分できないのって言われる方にはぴったりなもので、可燃ごみとして捨てることもできます。カメノコタワシね、水かけても腐らないよね。これね、5年くらい腐りませんよ。寄せ植えとかギャザリング作った後、解体した後で、ね、こうやってカーッと取ってやって、またね使うことができる。3回から、ね、4回くらい使えますよ。そう考えるとね、培養土よりお値打ちですね。ベラボンプレミアムは肥料を含んでいないので、必要に応じてあげる、生育を見ながらやるっていうことができるので、寄せ植えがね暴れすぎてしまったりとかしなくて、かっちり育つことができますよ。ベラボンはふわふわなので、このままいつもの培養土に植え込むような感じで穴開けてちょちょいと寄せてるだけだと、水はけがむちゃくちゃいいので、水やったらスーンスーッと落ちちゃうの。ベラボンはしっかりグッと締める。植えてからね、ここをしっかり詰めるか、ギャザリングみたいにスッと押し込むようにして入れるといいですよ。表面に水苔を敷くっていうのも一つのコツですね。水はまんべんなくやるように。ベラボンは若干ね茶色の水が出ることもありますので、お水をやった後、下の部分を洗い流すようにするといいですよ。花草人ではこちらの5リットルのもの、こちらの50リットルのお取り扱いがございます。花草人ではアラフォー、アラフィフ、アラカン女性に優しいガーデニンググッズをご紹介しています。お問い合わせはこちらの電話番号かホームページからお尋ねくださいね。 YouTube のチャンネル登録も待ってます。花草人ラインアットでは季節のお花の園芸作業、ライブ配信のお知らせを差し上げています。ぜひ登録してくださいね。花草人の小関純子でした。またねー。